はい、どうもレイです。今回ですね、こちらのトレジャーマップ VS ボニーの、序盤周回編成の方やっていきましょう。今回もやっていきましょうということで、やっていきますんですけどまあそうですね、一応今回まあ高レベル周回用編成と、まあ、あとその、本気周回編成、まあ、ポイント増し増し編成っていうのを、まあ、2パターンね、事前編成で紹介してるんですけど、まあちょっとね、それも混ぜつつ、まあ、今回はちょっと序盤周回編成やっていこうかなと思ってます。確か、ジンベイは通っていかないといけないですね。このジンベイは絶対通らないといけない道中で、まあ、他に関しては別に通らなくてもいいって形ですかね。まあ行きましょう。まあまず乱入戦、ボス戦が勝てるかどうかが一番重要になってきますので、まあちょっとそこですかね。まああの確実にいける高レベル周回用の方を使うのが一番いいんですけど、はい、ということで乱入戦やっていくんですけど、まあ前回紹介した編成とちょっと変わっておりまして、自分ローをね、使うっていう話をしていたんですけど、ローだと必殺ダッシュがたまらないですよね。うん、あの時ちょっとたまると思って話していたんですけど、全然たまらなさそうなので、ちょっと編成変えてきましたということで、ナミ&ロビンをちょっと入れさせていただきまして、代用でで、こちらのカラス入れるのと、この船の方で、まあ、こちら封じ解除できるサニー号をちょっと使わせていただきましてやっていきます。いきましょう。まあそうですね、普通にローはミスってましたね。本当申し訳ないんですけど、フレンド船長はボニーをちょっと使っていきます。新規ボニーですね、使っていきましょう。あとは大丈夫ですかね。いきましょう。さあこれもちょっと心配ではあるんですけどね、一旦いきますか。さあということで、こんな形になってますよということで、まあいろいろ来ますが、はい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 、サンタ、あ、逃走しない、あれ逃走しない、逃走しないで済むのか、これに関してはこの感じで見ていくと逃走しなくても大丈夫な感じなんですかね。あれ大丈夫なの。まあいいや、一旦行きますか。一旦ちょっと様子、え、待って、逃走しないのかこれ。ちょっと一旦例えば産地で攻撃します。これ逃走すんの、逃走しない、なんじゃ、じゃあ何あれ。じゃあさ、ギミックの逃走っていうのやめてくんね、本当に。逃走とか書かないでいただきたいわ。別にローでもいけんじゃん。じゃあやられましたね、完全にこれは。なるほどね、全然ローでいけたな。じゃあ全然いけたわ、ローで。まああとは、まあいいや、一旦入れ替え使っといて、入れ替え使っといて一回倒すけど、いやじゃあ逃走いらないじゃん、いつも書いてないんだからさ。ギミックで逃走とかややこしいことしないでほしいわ、普通に。さあここで 50% 減らされる。しびれは一旦解除します。あと封じが来る感じですかね。はい、まあこれ、全てこのサポートを発動させて解除していきます。はい、でここではシャンクス使うって話だったよね。シャンクスを使って解除するのと、まあスロットがこうなっちゃうんですよね。まあでもナミ&ロビンで入れ替え使っちゃえばニックスロットに変換できるから大丈夫かな。であと行きたいんですけど、まあそれぐらいですかね。あとはいいかな、このままで。あとはこのままで大丈夫かな。倒していきましょう。で肉はちょっと取っていこうかな。じゃあよいしょ、あ全然いけそう。あやばい、肉もうちょっと取りたかったな。まあいいや、まあでも全然いけそうですね、これでも。まあでもロー無理だって言ったんですけど、あれ普通に必殺短縮できるのでローの方が全然いいと思います。で今回ちょっとこれ厳しいところもあるんですよね。激痛のこと忘れてて回復キャラ入れてこなかったんですよね。
さあ一応これでミホーク発動させてターン終了にダメージ与えるようにしときまして、まあ、ボニー使って封じを解除とりあえずしていきます。まあ、回復もできるので必殺技を一旦使いましたね。まあボニーはあ待てよ、サンジは絶対使わないといけないでしょ。まあとりあえずサンジ使ってコイグダウン解除する。まああと1回しか使えないのでここはもうボニーをちょっと使わせていただきまして、まあ倒していきますか。まあこれでもうちょっと本当であればね全部使っていきたいところなんですけど、ちょっと体力のことがあるのでこのまま倒していきますよと。はい、いやーまあやら騙されましたね、あの逃走にやられました。本当にもういい加減にしてくれって感じだわ本当によいや前回のあのトルマのあのギミックのねやつも確認したんですよ自分。同じだったかなと、逃走書かれてんのかなと思って確認したところ書かれてなかったんですよ。まだ絶対逃走すると思ったんですよね。まあ、なんで今回はその必殺短縮、その時間稼ぎさせないようにギミックをちょっと難しくしてんのかなと、まあ、読んだわけですよ私は。まあ、なんでできる限りねその必殺短縮する、キャラを使っていこうと思ってねやっていたのにもかかわらずですよ、めっちゃ裏切られた気分ですわ。やられましたわ普通に。まあということでやっていくんですけど、まあなんで別にあれですね、前回紹介したローの編成で全然問題はないです。はい、全然必殺短縮も貯めることもできますし問題なくいけるかなと思いますので、まあそちらの方の方が、まあ、火力も出ると思いますし、まあサクサクやっていけるんじゃないかなとは思ってます。まあということでここはもうウソップフランキーも一緒に倒していきます。あ、じゃあもうあれですね、もう第1バトル第2バトルも普通にあると読んでいいんですね。まあ逃走はないということで、何だったんだって話なんですけど本当にもう勘弁してくれよって感じなんですけど、そういうのああいうさ、いつもやってないことをやろうとするの何って感じだよね本当に。このトレクルのギミック考えてる人、なんかいつもこんなこと書いてないじゃんと言うのにもかかわらず書くんですよ普通に。いや いらないって、別に必要ない必要ないって。でなんかいつもと違う表記で書かれるからこれはちょっと違う感じで来るのかなとも思っちゃうじゃないですか。まあなんでほんとそういうの勘弁してほしいんですけどね、わかりづらい。それこそこうもう最初からのね、まあ闘技場とか、まあ、そういうのでギミックとかなのであれば、まあとりあえずあれじゃないですか、試していけるのでいいんですけど、まあこういう感じで事前にね編成のこのギミックを紹介してくれますよっていうところで、まあいうややこしいことされると困るんですよね本当に。本当困っちゃうわ。さああとはこのまま倒していくんですけど、まあこんな形でいきましょうか。で最近ちょっと考えていたことなんですけど、まあ、別にこれ全部使わなくてもいいんですけど、最近考えたんですけど、これ1500万でこれだけ減るじゃないですか。なんでオデ&ロジャーをフレンド船長と船長に入れて、道中でウソップ&フランキーも通りつつ、何でしたっけ、通りつつ、なんだ、通りつつあそこも周回していけたらなと思ってるんですけど、ジンベイのとこも通って周回すれば 3つの編成を必殺技だけで倒すってことができるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。まあ普段のこの出てくるルートにもよるんですけど、マップね、マップにもよるんですけど、それできるなら3編成分はフリックで倒せるなと思ったんですけどね。オデン&ロジャーとかロジャー持ってる方であれば全然できますね、そういうことね。今度ちょっとやってみようかなと思ってます。さああとはこのままジンベイもちょっといっちゃいますか。まあジンベイは本当にロジャー編成で倒せるようになってますのでボコボコにしていくって形なんですけど、さあ、あー欲しかった宝箱本当は、でもジンベイ倒さないといけないからこっち行きますよ。本当であればあの宝箱が欲しかったところですけど、ここ逃してしまうとあれなんですよね、編成が厳しいので、まあこのままでいいですね。でフレンド船長は船長効果で封じ解除できるキャラということで、今回自分は
ヤマトですかね、ヤマトをちょっと使わせていただきましていきましょう。まあヤマトとか、まあギアフィフスとかでも全然問題ないかなと思ってます。さあ行きましょう。まあこれもサクサクいける編成になってますので、ちょっとサクサクいかさせていただこうかなと。あ、これはあれですかね、いつもの道中のやつですかね。はいはいはい。さあ、あとはデンジロで飛ばしていく、ドンと。で次にロジャーカイドウですかね。うん、ロジャーカイドウで終わりかな。さあ繊維封じが来るんですけど、まあこれは耐えれますよと。まあこれどっちがいいんですかね。別にカイドウを使った後にロジャーでも全然問題ないですよね、この感じだと。はい、これで軽減入ってます。カイドウで減らしてロジャーで減らす、まあこれでもいいですかね。どっちでもいいと思います。どっちを使っても全然問題ないかなと。はい、 OK で、まあ軽減があるので大丈夫ですよと。まあでもあの体力9万ぐらい今あったので、別に軽減系のキャラいなくても大丈夫そうですね。うん、体力的には問題ないのかなって形ですかね。さあここら辺はサクサクいきますね。で続きましてですよ。続きまして2個、2だ、2なあ、5回5って一番遠い。さああとはチョッパーも倒していきます。この編成ですね。あ、やばい、待て、犬&猫にしない。あ、してるか、してたか、犬&猫設定してる。あ、してるしてる、オッケーオッケー。犬&猫入れて、さあまあ道中はしょうがないので、ちょっとタップで削っていくって形ですかね。はい、まあこれで短縮もされますよと。 OK で、ここで短縮してくれます。ボタンですね、短縮してくれます。でタップでここら辺は削っていく。はい、こんな感じですね。 OK で第2バトルも同じ感じですかね。タップで削っていくって形ですかね。まあこのビッグマムのこのちょっと時間があるのがちょっと時間ロスではありますけどね。この短縮のダメージのこのちょっと、このちょっと時間かかる、このちょっと時間かかる感じ。うん、まあそれぐらいですかね、これの良くないところは。さあということでチョッパー来ます。はい、いろいろされますけど、まず属性相性強化と、加算効果がこの時点でかかるのでシャンクスで解除できますよと。はい、で 20% もうオリンの方で解除されてます。ビッグマムで減らします。ガープで減らします。はい、でカイドウを使ってさらに、アマンドで減らします。はい、ガープで減らします。で終わりですね。はい、 OK。 まあこれはどんだけね、周回レベルが上がってどんだけ体力が強くなって攻撃力が上がったとしても、攻略できる編成になってますので、まあ、こんな形でやってみてください。まあ例えばちょっと厳しくなってきて、周回が厳しくなってきましたよって方は全然おすすめかなと思ってます。はい、さああとはブルックか。ブルックもまあ大丈夫かな、編成的には全然問題ない編成にはなっていると思いますので、ちょっとサクッと倒させていただこうかなと。はい、うん、大丈夫そうですかね。ロビン&コアラ、うん、大丈夫かな。でフレンド船長もエースでもいいと思うんですけど、まあ最悪ね、エースじゃなくともコアラとかでも全然いいのかなと思いますよね。うん、まあ結局テゾーロで固定をかけるので別にそんな気にする必要もないかなと思ったんで、別にロビン&コアラにしようかなと思ってますかね。まあエースでもいいと思います。エースにしてチェンケス固定とか、その低下攻撃力ダウンとかのあれも踏まえつつでもいいとは思うんですけど、まあとりあえずこんな形で、あ、やばい、忘れてた、これ忘れてますねこれあれですね、あの船が黒ひげになっちゃないとちょっとこれ短縮されないかな、多分短縮されないかな、もしかして2ターン2ターンだもんね。まあいっか、勝てるか。まあこれでテゾーロで飛ばして、本来であれば
こちらね、黒ひげの船にしておけば2ターン短縮、冒険開始時に飛鎖短縮できるので、飛鎖短縮が溜まってますよっていう状態ですね。まあ、ただ今回は、あ、そっか、あ、そうだそうだそうだ、ミホーク、ミホーク入れてるからいいんだ、そういうことか、なるほどね。まあ、なんで黒ひげでも問題ないって形ですかね。はい、これでバリア剥がしていただいて、まあ、あとはタップですかね、倒していただければ大丈夫かなと。うん、火力的にも全然出ると思いますので、序盤はこんな形でも全然いいのかなと。まあ1回の必殺技と、タップで倒せるので、うん、非常に便利かなとは思っていますので、最初の方はこれでいこうかなと。で、火力が足りなくなってきたら、前回紹介したね、高火力用の編成でちょっとやっていこうかなと思ってます。さあ、ラストボニーですね。編成こんな形でいきましょう。まあ、こちらはロビンで、火力増し増し編成でちょっとやっていこうかなと思ってますので、ロビンをちょっと使っていこうかなと。ロビンちゃんはいますね。はい、まあ、ポイント増し増しですかね。で、火力が足りなくなってきたら、前回紹介した高火力用でやっていきます。さあ、倒させていただきますよ。はい、必殺短縮されます。ここもね、ここも逃走しないんでしょ、結局。本当に腹立つわ、何なのよって感じなんですけども、まあ一旦はいいのかな、このままで倒しましょうか。よいしょ。本当であればね、本当であればよ、あれでいけたんですけどね。逃走あると思ったから特攻キャラ今回マシマシでいったわけなんですけど、そうですかって形なんですよね。はいはいはい、3時使って必殺短縮させていただきます。で、攻撃力弾がかかっているので、こちらのジンベエでとりあえず解除ですかね。で、左列をチスロットに変換させまして、黒ひげ使ってチェーンケース固定をかけていく。で、次のターンにチェーンケース固定がかかるように設定しておくって形ですかね。うん、まああとは大丈夫ですかね。このままいきましょう。チスロットタップからの、まあ火力は足りるでしょう。はい、足りましたね、全然。で、あとは戦場効果無効とかがいろいろ来るんだっけな、確か。はい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 。まあ、ここで、スロット変換、お邪魔スロット変換に戦場効果無効が来たりだとかっていうのがあるんですけど、こちらでまず2ターン解除させていただきます。もうこれは使っていいよね。ボニーに使って攻撃上昇と、ニックスロットに変換させつつ、ルフィを使って属性相性強化ですかね、かけていきまして、で、こちらのロビンを使って戦長効果無効剥がしていきます。超過を使って、一応超過を使っておくって形ですかね。はい、またタップでいきましょう。よいしょ。まあ、火力も十分出てくれるかなと思いますので、まあ、こんな形でちょっとサクサクと周回していけたらなと思ってます。はい、まあ一応これが一応自分の序盤周回編成ですかね。はい、まあいろいろね、文句言いたいところはあるんですけど、本当に今度からちょっと気をつけていただきたい。なので、逃走があるなら逃走あるで全然問題ないんですけど、逃走ないのに逃走って書かれると本当にややこしいんで、ちょっとね、今後ギミック、表示するってなった場合はちょっとそこら辺をね、明確にしていただきたいなと思ってます。まあ皆さんもね、気をつけていただけたらなという形ですかね。まあなんで自分はこの編成で行ったんですけど、さっきね、まあなんですけど、これの方が火力は出ると思いますので、個人的にはこちらの方がおすすめかなと。で、第1バトルで必殺短縮貯めていただければ、ローとかも必殺を打つことができますし、火力も出せると思いますので、高レベルの方はこちらでいこうかなと思ってます。